さあ、この人たちは留学生ではないんです。東南アジア、アフリカ、あるいは中南米諸国からいろいろな技術の勉強に日本にやってきている人たちで、技術研修生と呼ばれている人たちなんです。マーケスさん、どうですか？国と国との間の技術協力は今ではもう世界の常識になっているんですが、特に最近では低開発国、つまり産業のまだ水準の低い国と、これに対する技術協力が国際的な大きな問題としてクローズアップされているわけです。技術協力というのは経済協力の一つの形なんですが、日本ではすでに1952年度に国際連合の拡大技術援助計画に参加していますし、それからコロンボ計画とか中近東アフリカ技術協力計画と、こういったものにも加わっているわけです。その他に政府とは関係なく民間の企業体が独自に進めている技術協力、こういう形もあるわけなんです。そこで今日はその実情の一部をご紹介し、合わせて技術協力のこれからの在り方について皆さんと考えてみたいと思います。さて、この海外技術協力には大きく分けて、海外からの研修生を受け入れて技術を教えるのと、日本人技術専門家を海外に派遣して現地で指導するとの、この2つの方法があるんですが、その実務を行っている機関の一つにアジア協会というのがあります。ここは政府の委託を受けて各国から来る研修生の面倒を見ているんです。もちろん機械工学、無線工学、電気工学など研修生の勉強のテーマはいろいろなんですが、やはり東南アジアが主なだけに、